こちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックこちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップバックさあこんにちはヒロキです。さらば怖いな怖いなちょっと小田原小田原っすね。はるばる小田原まで新幹線と車を乗り換えで、はい、来ましたよ。ここはねちょっとキックボクシング名門の、はい、種山ジムだめんどくさいなこれ。種山ジム来ちゃいましたよ。いやでもなんか思ってる以上にすごいふんなー言ってるわ場所ですね。世界チャンピオンいっぱい輩出してるし、現役の世界チャンピオンとか日本チャンピオンいっぱいあるし、代表的な選手は今で言ったらそれこそビッグバンの日本スーパーフェザー級の俊太選手、おーなるほど、 WBTA かなのスーパーライト級の谷山俊樹さん、あーなるほどなるほど、あとは木戸康弘さん A1 の、すごい超名門じゃない、超名門すっげー。本格キックボクシングムエタイジムの谷山ジム小田原道場はタイ人キックボクサーによる直接指導、男女とも子供から大人まで皆様の入門をお待ちしております。谷山ジム小田原道場で今日は何しに来たんですか。試合できないじゃないですか。ああなるほどなるほど、試合できんし同じ人と練習しとったり芝木屋しとってもしゃあないんで、なるほど、ちょっと世界チャンピオンと日本チャンピオン、はい、芝居で見たどうどうした芝居てくださいよ絶対。芝居に来たんですか。なるほど。ってことはもうあれですね。ボコボコにすると。ボコボコにしますよ。あ、それは。このなところ。でこう時間止めます。いらんなそれ別に。そのでそのポいらんな。時間止めてほしい。時間止めてほしい。うん。絶対に止めてほしい。で分からんなそれ。でもやっぱね、はい、世界チャンピオンと日本チャンピオンを倒したらね。あれかなって。まあね。あ。ヒロキ本当に強いんだって。強いんだって。ヒロキ強いんだって。いやいや知らんな。何それ。ヒロキ強いんだって。初めて見たな。そのなんか謎のノリ。お話やろうかなって。ヒロキ強いんだって。嫌やな。こんなやつ。任して。まあでもね、僕ヒロキ君の本気のスパーリングまだ見てないんでね。ほんまに格闘技本気スパーリング見てないよね。なんか試合もね結局今回初めて生で見に行くつもりが伸びたんだよね。確かに。ちょっと俺のかっこいいとこ見せてやるから俺んだよ。いらんな。はいどうもヒロキです。今日はなんと名門谷山ジムさんに、お邪魔させてもらって、俊太さんと、谷山君御曹司の世界チャンピオンと今はビッグバンのビッグバンのチャンピオンさすがにチャンピオンスパーリング対決を今日はやってみます。頑張ります。お願いします。すごいね、3秒使えるから今からすごい。なんかすただ豪華な YouTube 撮影になってしまいました ね。しかもこんな名門で超名門やらせてもらえて。ゴー。
すげえいいですね、すごい迫力で。大丈夫ですか？ほぼ同階級ってことですよね。ほぼ同階級、そういうことですね。マッチョマッチョっすね。素晴らしい。めちゃくちゃ見応えのある。ありがとうございます。ありがとう。残り1分。
礼しました。ありがとう。ふぅ。厳しいのくないっすか。どうですか。一人残された。どうですか、他団体の王者2名の方と。王者2名に回されたら、王者たちに回される辛さ、はい、どうですか。強いですね。いや本当に強いですね。びっくりしました。生これ初めてだから、緊張感ない。あるだ、あるよね。はい、絶対あるよね。めっちゃある。緊張感が絶対スパリングとか、スパリングと試合に近い感じ、ね、めちゃめちゃ重要だと思う。結構試合に近い雰囲気が。なるほど、なるほど。これは何度も何度もできないからね、本当の試合だからね。3、4回だからね。はい。これが結構、これがお前多分、なんか質の練習というか。確かに。それが質っすよね、多分。なるほど。これやりすぎると全部バカになっちゃうから、本当にそこでもね。はい。めっちゃ練習になった。世界チャンピオンとさ、日本チャンピオンとさ、連続で引っ張っていることないから。確かに。めっちゃありがたいな。めちゃくちゃすごかったですよ、見てて、はい、なんか、ほんまになんかその辺で見れるレベルじゃなかった。喧嘩自慢のレベルじゃない。そんなレベルじゃなかったですね。結構迫力あった。すごいな、やっぱすごかった。疲れた。両方やっぱ後ろに全然行かなかったですね、両選手とも。耐久違いからね。まあ、そうですね。スパの内容ももちろん必要だけど、なんか緊張感で俺が結構良かったです、めっちゃ、ね、なんかそういう緊張感がなんか試合じゃないとないから、ね、スパリングとこういう風なので稽古なんか初めての感じでさ、どんな感じでやってくるのかっていうの分からないし、はいはいはい、なんかそういうのってすごい重要だと思って、ね、で、多分 YouTube もあるし、日本やからちょっと誰らが作らないかな。まあまあ確かに、確かにね。行くから余計だもん。確かに確かにね。いつもと違った感じでね。こういうのも絶対経験だよね。はい、ね。でもやっぱこう、うん、純正の僕らだから K1 だけずっと出てるし、うんうんうん、だから結構ボクサーが多いとか。ああ、そっかそっかそっか。だから蹴りとかミドルとかなんかちょっと前蹴りとかがちょっと多かったんじゃない。そう。めっちゃ多くて絶対に、ね、コンビネーション終わったらミドルやし、うん、逆にミドルから入ったらパンチで繋がるし、そんなんなかったんで、うん、僕らはそっかパンチで来るから、うんうん、確かに。そうそう、すごい。ボクシングがなんか主体にしてっていうね、はいはい、だから僕らこの打ちは多い、うん、あ、そういうことね。ジムの練習とかスパーでも多いんですけど、これこの展開が、うん、多分経営で絶対離されたから。あ、確かに確かに、すごいね。いい練習だよ。あ、確かに確かに、そういうことか。で、ちょっと、また、ちょっと待って、これ、3人比べて、ね、この人たち、絶対バケツ浴びたでしょ、これ、見て、これ。確かに、全然違う。ほら、え、全然違う。体勢が良すぎじゃない。見て、これ、ちょっと体勢悪いんだもんね。俺、結構いいよ、これ。体勢いいイメージありますよ。ね、いや、良すぎでしょ。トシキの方が、トシキが一番書いてない。めちゃめちゃ一緒だ。かぶったよ。かぶったよ。ファン感覚的な。やったったか。俺やってないです。俊太が年で。それはすごい。オッケーオッケー、めっちゃ良かった。いやマジですげえ、もう練習になったとか勉強になった。本当に勉強になりました。俺としかも普段からやってるけどね、うん、本当にありがとう。いや本当にありがとう。また東京来たのか。ぜひ。あ、またありがとうございます。ぜひぜひお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、足引きずっとんな。いや、足引きずっとんな。超面白くなかった。まあまあ押されてませんでした。強すぎるやん。何ボコボコって強すぎる。なボコボコにするって言うと面白くなかったもん、やっとって。なんか大概でしたよ。いや強いの2人とも。結構強かったっすね。すごいっすね。あれが日本王者。でかくなかったか。なんか違いましたね。ちゃうな。ちょっと面白くないわ。大田原組んだりまで来てさ、こんなアホみたいに縛られて。アホみたいに縛られとったな。アホみたいに縛られた。確かに。ああ。
いやけどめちゃくちゃいい練習になった。めちゃくちゃいい練習になった。最高は緊張感で。いい緊張感で、しかもなんかこうほんまに試合みたいな雰囲気あって。はいはいはい。うん、楽しかった。初めて同士ですもんね。初めて同士をしかも2人やらせられて。日本チャンピオンと世界チャンピオンで回されたっていう。うまかったっすね、なんかお二方とも、うん、やっぱ違う強さがあったよね、確かに。でもでもこれちょっとあれやね、こうこれもシリーズ化したいね。こうやってこいよひろき、練習を入れようっていうプロジムちょっと募集しようよ。別にその K-1 ジムじゃなくてもなんかタイトル持ったような選手だから。いやなんか目開いてない気になるな。すっごいね。はいよ、すごいな。すっごい、もう統合性してしまいそう。どういうこと？身長伸びてしまいそう。はい、ありがとうございます。お前この後気まずい雰囲気で帰ったのか。めちゃくちゃ気まずい雰囲気で帰ったのか。そんな言うもんちゃうで。あ、じゃあ僕と練習してくれるタイトルホルダー、ちょっとタイトルホルダーだけじゃなく強い選手。いや、おもんなくない？強い選手。じゃあおもんなタイトルホルダー決定。いや、じゃあ強いだけじゃおもんなくない？やっぱ何肩書き持っとってくれたら嬉しいね。あ、まあ確かに。やっぱその人の団体の宣伝にもなるし。確かに。ぜひぜひ。そうしましょう。ちょっとこちらにお願いします。いや、癖強いな、ユミ。何それ、初めて見た。次の動画お楽しみに。